ちゃ。んじゃ。じゃ。今日もニコニコ散歩フィッシング。祭りね。はい。やっていきますか。はい。え、昨日ミノ君したんすよね。あ、昨日、うん、釣り所定で、まあまあいい感じでやったと。バスは結構いたとのことなんで、うん、それを鵜呑みにしていいかわからんけど、うん、なん聞いて死闘なった、死闘なった。いや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 、話し場来て死闘なったの。違う違う違う、正直言うて。違う違う、あの動画のね、坂からあんまなかったそう。で、雨なんですよ、はい。何もできんじゃんね、本当に。釣り中釣りもね、あれやし。そうそう。ただね、ソイケンがで、泣く泣くというわけでもないですよ、うん、好きなんでね、あのバス釣りは、はいはい、なので、雨ですがやっていきますと、ちょうどいいぐらいの雨になりましたね、バス釣りには。そうね、はい、うん、じゃあレッツ、ぜひ、はい。さらば青春と頑張る。良かったばってん、今日はどうなんか分からんね。まあ、昨日よりね、釣りやすいと思うよ。ね、天気的にはセオリー的に言えばあのバカになってるはず、けど、やっぱね、自然相手権ね、ね、分からんもんね。これが今日バカーって晴れて夏日とかになったら余計気取ったかもしれない。昨日もね、結構釣り人思った、で、それが7回食わせて釣り上げたら3匹。うまあ数のちょっとおかしかばってまあまあ、ミノ君のアベレージですねいつも通り。いや、口つかせたら勝ちやけ。釣れた数よりも当たってきたのに釣れてない数の方が多い。バラしたこの方が多い。バラしたっちゅうかね、うん、そういや、針まで食ってないのよ。はい、一番痛いな感じ。こういうとももさ、食い直さんでシューフーフーっていくさ。食い直させる技術、技術、その技術、このあとね、この三重バスバドの手なって引きね、部の悪かったですよ。見えんけどね。そう、見えんし、もうね、まあ、ちなみに変更つけても具合悪い。7匹とも全部見えたやつ。うーん、あーそうそう。いや、車でここを通ったやん。そしたらえらいバスの見えたけどさ。あ、そうなんだ。そうそう、じゃあ釣ろうと思って車からでも見えるぐらい、そうそう、フラフラしよって。へえ、釣っちゃおうと。なんか我慢できやん。だけど、ね、釣った時間で言ったら2時間ぐらい釣りしよう。あ、そうなんすか。うん、めちゃくちゃいい感じや。そうそう、ただなんか、ね、若干擦れとるような感じだったけど。うん、あ、まあそんだけね、人の女やね。ね、昨日日曜日やったしね。そうだよね。でもね、あいつらマジ分かってるもんね、釣り人と散歩の人。ね。分かってる、めちゃくちゃ分かってる。今降り始めた雨で見えんことになったの。うん。言うてでも秋口とかはなんか巻物がとか用意よったけど。そう、あのいろんなところに泳ぎもあるけどね。うん、いや、本当見えてる見えてない関係なしに投げ寄ったら食うかもねっていう感じですよね。そう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 。あばくんもバッチリの分かっとんね。うん、あのシェードとかね、まあ晴れた日はシェードとかねよく聞くけどさ。うん、そうそうそう、そうよね。スキッピングでね、スキッピングで入れ込んでね、ね、入れ込んで、さっきみたいなところに入れ込んでね。うん、知らん。ちょっと卑猥やけど。それはね、聞いたことなんか。ちょっと卑猥に聞こえた人はもうあの、はいね、ああ、ああ、そういうことね。みんな心が忘れてる人やね。釣り岡はアダルトやけどね。子供向けチャンネルやないけどね。子供が見てるからってよく言われるけどね。そういうあれはね、大人がね、見せないようにしてください。大人が一回見てね、子供に見せるかどうか、うん、見せてくださいね。逆に言うたら俺らあのあれです、教育ビデオみたいなもんですよ。こういう大人になっちゃダメですよっていうね。そうそうそう。いやでも、見たらいかんもんかもしれんけど、見せた方がよかったと思うよ。こういうのも勉強になっけんね。そうそうそう、全然わかりませんじゃんもうね、まあ、話にならんね。てか、恋しかおらんね。
カメ。お、ナイス。パス。よし。わいわいわい。いいじゃん。ね。うん。いいサイズいいサイズ。ちょっと待って。おそさ。ちょっと引っかかって。あ、取れた取れた。あ、そこそこ。ほら、はい、ナイス。うい。ねえ、まんまるしとんね。釣れたとか胸くんの言うけんさ。なんで？ナイス。すくい方の悪いことに絡んどんもん。ちょちょ。よし。ナイス。まず1本。40ぐらいあるんじゃないかな。3号から40ぐらい、ね、昨日もね、そいぐらいからのやつ、うん、ちょうど亀の下におった。あ、亀の下って言ったらいいよったもん、亀の、うん、ここるバイツ、ここるバイツ、投げて投げて、ってチンチンのこと、おし、亀首ば、無理やり入れ込まんでいいワードじゃないですよ。今はチンチンだよ。こういうチャンネルやで、うんまあはい、でも釣れました。はい、ナイス。ビッグメイ、いや、あの迷いなく食ってきた感じでしたよ、ゴンって。いや、いいね、やっぱ今日いいね、うん、いいですね。徳ちゃん1分の1やね。1分の1、そうやね。最初の話で言うとね、ちょっと悪意がない。昨日なんか7分の3とか言いよったけんさ。あ、自分の、しょうがない、しょうがない。いやいや、でもあの宗男くんに救ってもらったけん取れた一匹やったね。なるほどね。はい、さあ、いやー、あ、でもいいバスよ、ほんと傷もなしで。おお、で、ここのやつ歯の長か、ギッサギザ。でね、初めて使う、これちょっと別府さんのね、いいわ、もうこないだ買うたんですよ、うん、こいつを買うためだけに釣り具屋さんに。こいつをじゃないね、こいつじゃないやつを求めとったら、うん、こいつを見つけてこいつを買って釣れました。はい、ナイス。あ、いや、やっぱね、一撃でね弱っちゃうことが多いね。、うん、どのワームバ使ったねって見に来たんす。あ、何のチェックの入ったんだ。なんかチェックの入ったっす。明日には釣り具屋からなくなっとっけ。レプスさんの音やったっけ。どうでも落としてすぐというか、本当に沈んで巻き始めとかなのかな、やる気なですね。昨日そんなやついなかったぞ。ちょっと待て待て、何気ない壁沿いにおったですね。何も別に障害物があるわけでもない。あったのは亀ぐらい、亀ぐらいやった。亀ぐらい。お、でもね、真っ黒はね、よくあのみんな色迷ったら真っ黒ば買ってみてんとか。ああね、で釣るっけ。濁りとかでもシルエットのはっきりすっちゃんね。そう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 、晴れとっときとかもね、太陽の光でね。お、なんかおる？この角に投げて。なんで？鯉じゃなかった。いや、鯉じゃなかった。雷魚やけ。うわー、危なかよ。うわ、すげえすげえ。角、草の前、こんなで泳ぎよ。頭でっかちの泳ぎよ、この辺。黒とか好きやけんね。多分一瞬で食うよ。今日は、今日は釣れんとき、バスが釣れんとき助けてきてるけど、うんね、今日は少々投げんやったな。怪魚ね、怪魚。昨日もやられたけんね、ライブ。結構同じところに置くけどね、うん、結構ね、こんな浅いところに外れとったりする。マジで。でもさっきの亀も焦ったろうね。うわー、当たったって思って、バシッと気にしてみたら、バーって感じだった。今あれよ、対岸のあの重機が動きよっけんが、壁に張り付いたエビのピュッて離れて、そういえば今食べに来とっけん、バス。うん、見逃さんねさすがに最後は騙されんばい。一応投げるけど。全部50後半あった。ていうか、ここ普段開かすと覚える大丈夫なことね。
あの草の下やったね。しかも絶対なんか食うたね。やっぱり、ね、あの生き物のね、おっちゃけをとって思うあの草刈り。やろう？やろう？やろう？思った通りやった。うん、さっき言うたでしょ俺が。やろ。やっぱね、思った通りやった。思った通りやった。あ、使いやすかね。イオン SLP カスタム。あーね、前紹介したやつ。そう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 、これめっちゃねお気に入り。なんかいろいろ変えれるやつですよね。そうそう、もうカスタム専用で出とるけど、うん、あのハンドルとか何も作るから何もついてこない。ボディだけ。そんなディールある？ある。びっくりするでしょ。ディール買うただけで最初ディールとして機能せん。ただね、そこからいろいろパーツを取り付けて、ね、自分好みにね、うん、できるんだよね。でもめっちゃいい、かっこいい。しかもこの、ね、マットのこの艶消しはそいしかなかった。うーん、足が濁っとんね。さっきのインレットですよ。あそこから下が結構濁っとん。田んぼのミスっすかね。ちょっと、ね、見えんとちょっと。あーくそ、食べたい。なんでかって。確かに今の会社はおかしかった。なんでかっておかしかけど。なんでかってって言われて、それは何のかって。昨日一個もなくしたな。ちょっと、もう一個のちょっと。あ、見えんぎか。あはは、ここ見えたやつ釣る川じゃないと。見えたやつしか釣れん川のあ。探しくや。それは言わん。いや、もう大して変わらごだ言葉へ。おい、なぞったトレースしただけ。それは言わんって言われて。見えん、見えたが楽観が。見えんと釣り気。見えんと釣り気が。見えん方がよかった。元から見えとらんけどね。そういうこと。あそこって言われてもわからんけどね。見えてしまうやれやれやってもうね、なってしまうけんさ。それで、おいやろうな、あそこで餌待ち構えとらんっていうところに追ってくれようがね。次よか。次よか。うん、次よか。うわ、男性見えたらよか。次よかって。この、ここもなんかちょっと難しいなっとっけんね。まあ、そんだけやっぱ人っていうかね、人気のフィールドになったらね。そうね、うん、メジャーフィールドやから。この辺のね、無料でいいよ。何で大体メジャーフィールドって。釣り関係の人、あのバス釣り関係の人、大体言うたさ、うん、メジャーフィールド。この辺ではメジャーバッテンね、全国から見たらローカル圏。ドローカルやけどね。屈指のメジャーフィールドの多すぎやん。もうね、霞ヶ浦や。霞ヶ浦、言葉チョイスはもうちょっと選ぼうよ。そこはこう行って、そこまで、あ、釣れ、松地で釣れんねーってなったことあんまりなかも。むしろね、知らんところに行きとけん、あの、その人たちの中での流行りは知らんけんが、ね、違うことすっけん釣れやすかったりして。意外と釣るもんね。知らうおパターンがとか言うけどね、全く関係ないやつ使って釣るとかね。鯉がおかね。鯉おか、鯉おきかわや。お、徳ちゃん最近鯉してる？鯉、ね、最近ね、出戻りでちょっとだけやっぱね、クランキークレストに恋し始めたもんね、また。そう、
あとね、改めてね、ジャグラーにもちょっと恋しとった。だいぶ浮気癖のあんね。ジャグラーにもね、ジャグラーね、ミスタージャグラーってね、うん、最近出て、あのおすすめは7を、あの中リーグ7を上中段に目押しして、うん、したら何角、はい、中段に止まればチェリーオワで、チェリーがもう外れた時点でもう、はい、上段はもう激アツなんかよくわからん、ちょっとね、押しミスで止まってしまっての外れなのか、うん、ほぼほぼ当たり。へ、ね、上段に止まった時はもう冗談じゃない、冗談じゃないよあれは。そして光らんやった時も冗談じゃねえぞと思う。冗談なのにな。ただの押し間違いかもしれない。今恋はノーカットで流しちゃったら、この人チンコかスロットの話しかせん。いやいや、釣りの話もしてますって。すいませんけど、釣りおかさがよかご覧の皆様、それでやっぱあのパチンコスロットの話はさせて。休みの日ほとんどそういう言葉しよるけどさ、うん、まあ、休みの日じゃなくてもね、仕事終わっても行ってね、うん、あらかじんじまし、あ、ていいかここにもサウトベンチ出しとくよ。ポッケがね、いっぱいついとるけどね、深いけどね、ポッケがロングプライヤーもほっこり入る。おお、ナイス。ポクちゃん釣れてるやない。あーあああ気をつけてね、そこまだついてる。せーの、よいしょ、ナイス。2匹目、2匹目、同じワームでドドンパ。おげ、いや、魚の声をね。聞いた聞いた。なんて言った、そいつは。ん、あ、おーって言った。どのタイミングで。あの釣った後ね。あ、あとね、うん、釣る前はやっぱり。あ、分からん、隠れとんなけんさ、喋ってくれんけん、釣れた瞬間、瞬間、ね、うん、おーって言っ た、 って聞こえてきたわけね、うん、糸電話で。結構スマホ持っとる。あ、マジで。はい、ナイスサイズダウン。2匹目。ありがとうございます。ナイス。同じワームで。デプスさんやったっけ。デプスさん。奥ちゃん、奥ちゃんところの。あ、するね、やっぱ。星川。ん、星川。いつも、ね、よか、いつももらいよっけん、あの、食いてよかよ。星川って言うない。ちょっと一袋、一袋、1、2個じゃないんだ。まだやばい、釣る。迷いなしに食うてくんもん。そしてここのバス、やばい釣る。ここのバスじゃないから、今のバス。バラしたかマジ。何ばっか言っとったやろね。何やろね、近寄らんでよ。もうほらお前、ちょっと分かっとったよ。もう、見っけ。すぐなんかぬすくいつけてくるね。いやでも本当この間来た時よりかはバスが増えてますね、絶対。うーん、集中力が切れたこと。はい、集中力。あ、ありがとう。ちょっと暑かよ。はい、シャキーン。充電式やけん、集中力。おー、いいキャストの決まった。シャッと入ったね、今。集中力が。集中したもん、今。はしゃってるんだな。バッテリー駆動やったか。切れかけとって雑になやったんだよね。顔つきまで変わってるの、キャスト。そう、取ったからね。その汚いわ。めちゃくちゃ前から持ってるよ。ダンディバイブ。これ。ダンディバイブ。お。で、これね、割ってからね、ガラスの、うん、あのカチャカチャをサスペンドがあって、サスペンドでも沈みすぎて抜いて浮くバイブ。うん。バカズレ。多分バカズレ。割れたやつをリメイクしたわけね。
いやいやいや、壊しにかかった感じだね。新品を壊しにかかって、そういうセッティングに。し直したと。うん、歩くとの早うなったもんね。得意なスタイルね。うちもこんな感じ。お散歩や。そうそうそう。ぐーっと胸を組む。バス釣りじゃなかよ。バス釣り。量。いやいや。くそ、一匹も見えんやった。バイオだけ見えたと。マジで。あと声は無限だ。いや今回は見えてるのを狙う人と見えてないのを狙う人、見えてない人の勝ちという確かにでしたね。すみません、確かに、まあ、前日練習までしてもらったみたいな。俺昨日練習やったね。やっぱ王者の俺にはやっぱちょっと不安だったな。もともと王者やったの。いや、それはやっぱり界隈ではミラクルトップでやる。まあ、合わせるときどんな感じ。はい、合わせるときですか。合わせるときは…いや、悪い流れやな。やっぱ釣り館ね、10周年とかになったらね、もう昔はやっとったかもしれない。そうね、やっとったストップのかかってしまうけん、ね、大人になったね。つまらん。やっぱあのね、最初の序盤のあの下ネタ関係なんかもやっぱいやいや言ってるんで。いやでもあの楽しく釣れるんで、うん、最初のやつがね、まあまあいいサイズで良かったです。ね、うん、本当ね。で、あの後もあのバスがついてきたりとかもあったんですけど、うん、こうプイってしてきたっていうか、でこっからまあ冬、もうがっつり冬になるまではちょっと大きいやつとかも狙えると思うので、またね、あの散歩がてらのバス釣り、はい、行こうかなと思います。はい、で、まあ、また違ったところも行ったりしてきたらいいですね。うん、そうですね。はい、それでは、はい、今回のバス釣り、あの俺の勝ちということで。はい、参りました。はい、まあ、宗男君も見えないところのバスも探してみてください。どうでしょうか。そうですね。そうですね。頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。10月19日20日で東京でアラカポップアップ単独ですね、これ初めてのイベントがあります。はい、場所が東京都目黒区中目黒 3-3-2、はい、イージービル6階です。はい、あ、言えた。で、今回僕と徳ちゃんが2日間、はい、来場します。はい、10月25日販売の新作アイテムの先行販売もあります。はい、オンラインストアにて販売中のアイテムも、実際手に取って見れます。うん、で、事前の整理券購入で、スムーズに入店ができるので、はい、そちらがおすすめでございます。で、ここにはちょっと書いてないんですが、はい、ちょっと T シャツをね、うん、作ってるんで、はい、それをもしかしたら下の概要欄をチェックしてみてください。はい、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。